皆さんこんにちは、安部氏です。1週間今年の話題作を一気読みしていこう生活後編です。こちらの動画はね、後編になりますので、まだね、前半を見ていない方は、ぜひそちらからね、ご覧いただければなと思います。今は1週間生活の7日目ですね。今までね、こちらの相沢さこさんインバートと今村正宏さんの狂人亭の殺人作品を読み終えました。どっちもね、めちゃくちゃ面白かった、良かった作品なんですけど、個人的なね、好みをお伝えさせていただくと、今のところ、狂人亭の殺人の方が、個人的に好みだった。かなという気がしてますね。2作品読んだということで、ついにね、3作目の作品を読んでいこうと思います。3作目の作品は、知念幹人さん、ガラスの塔の殺人です。著者初の本格ミステリー作品です。いや、持ってるだけでもうね、嬉しくなってくる、そんな一冊で、SNS でもすごいですよね。もうすごいことになってて、もうね、ネタバレ、もうそれだけがもうヒヤヒヤで、なるべくね、情報をね、シャットダウンしながら、今日という日をね、迎えることができました。こちらはね、実はですね、サイン本になってます。ありがとうございます。キャンペーンがあって、しかも当てないでサイン本をね、購入できるっていう風な、そんなことありえるのっていうようなことがね、実施されていたので、恐縮しながらも購入させていただきました。特典もね、ついてるんですよね。ガラスの塔の殺人クリアファイルがね、まずついてきました。本当にこんな感じで、ちょっともうなんだろう、本当に嬉しいです。ちなみに後ろはミステリーを愛する全ての人へ、知念幹人さんのね、この直筆のやつ、こちらがね、サインになります。ミステリー文学の本棚、安部氏さんへ、知念幹人さんのサインがここに書かれています。こんなに長い宛名を書いてくださって、もうね、めちゃくちゃ嬉しかったです。一生大事にしたいと思います。この本自体にもすごくね、思い入れが強いし、ミステリーが大好きっていう人ほどね、もう大絶賛しているような印象なので、もうとにかくね、楽しみですね。結構分厚くて、単行本で500ページ超えですね。こんな感じでね、結構分厚い。そっか、インバートが400ページ超えで、狂人亭の殺人が360ページぐらいだったので、一番ね、分厚いボリュームのある作品ですね。ラスト1日当日みたいな感じなんですけど、焦らず楽しんで読んでいこうと思います。はい。はい、というわけでまたね、ガラスの塔の殺人の表紙もね、見ていこうと思います。色が鮮やかで、青っぽい感じでね、綺麗なイラストだなって思います。これがね、ガラスの塔なのかなって思うんですけど、どうなんですかね。ガラスの塔で、月ですかね。うん、いいですね。やっぱね、帯ですよね。ミステリーを愛する全ての人へ。今後、このフィールドからこれを超える作が現れることはないだろう。島田総司みたいな。このね、ああ、びっくりしたっていうね、あやつじさんのね、この帯すごいですよね。あのあやつじさんがね、びっくりするってどういうことなんだろうみたいな。怪しい館にはご用心。あ、ちなみに、先ほどのクリアファイルと、ね、合わせるとこんな感じですね。ちょっと帯を取った方が良さそうで、帯をね、まず取っていきます。あ、ちょっとね、順番ぐちゃぐちゃなんですけど、裏もすごいですね。有栖川有栖さん、のりづきりんたろうさん、あびこたけまるさんとか、うわ、足沢洋さんもいらっしゃいますね。裏表紙はね、こんな感じになってます。宇宙かな？すごくいい感じで。背表紙もね、かっこいいですよね。で、さっきからやりたかったクリアファイルとね、こう、合わせると、すごくね、いい感じですね。知念幹人さんがね、このチャンネル名と、安部氏さんってね、書いてくださったっていうのがもう、ちょっと、信じられないです。表紙を取ると、あ、こんな感じなんだ。へぇ、ガラスが割れたみたいな。全体的にはこう黒っぽい感じで、ガラスの塔の殺人ってなってますね。裏もそんな感じなのかな。あー、こんな感じだ。世界観を表しているような気がしますね。ツルツルした感じの触り心地です。すごくね、綺麗な感じですね。はい。一週間生活、7日目の読み始めです。今ね、ちょうどプロローグをね、読み終えた段階なんですけど、ミステリーのワードのオンパレード、この時点でも、うわーってなりますね。まずすごいのが、見取り図。このガラスの塔の多分見取り図なんですけど、すごいです。そんなの見たことないよっていうのがね、展開されてます。で、いきなりこの見取り図でね、うわ、なんだこれってもうなった後に、さらに登場人物一覧みたいなのがね、書かれて、
いて、その名前もね、なんか見たことあるなみたいな、正確にはねちょっと言い当てられない感はあるんですけど、過去のミステリー作品の探偵とかの名前を多分オマージュしてるんじゃないのかなっていうのをねすごく感じますね。プロローグもねすごい、ミステリーが好きな人の心をね一気にわしづかみにするオープニングで、しかもあれなんですかね、いやこれあんま言わない方がいいね、言わない方がいいですね。プロローグは読んでぜひねもういきなり心をわしづかみにされてほしい、そんなねプロローグになってます。週刊生活8日目です。週刊生活8日目ってちょっとおかしいんですけど、知念美希人さんのガラスの塔の殺人を読み進めています。最初はね1週間生活なので7日間でね読み切るっていう風に言っていたんですけど、果たしてねどこまで読めたのかっていうのをね最初にお伝えしておくと、94ページまで、ね、読んでますね。1週間では読み切れなかったんですけど、どのくらい読めたのかっていうと、インバートと狂人帝の殺人とガラスの塔の殺人をちょっとだけっていう結果になりましたね。昨日からねもう後編入ってるので、前半戦終わっていて引き続きね後編頑張っていきますっていう感じなんですけど、いつもとはねちょっと違う雰囲気でお届けしております。昔の動画を見てくださった方は分かると思うんですけど、これ昔のね画角ですね。長期企画とかやってると、最近はね廊下で読んだりとかちょっとずつね画角を増やしていってるんですけど、全然ね画角が足りないので、もうちょっとねいろんな場所でね撮影できたらいいのかなと思ってます。ということで本題に入っていくと、今ね知念美希人さんの作品読んでるので、今まで読んだ知念美希人さん作品を少しね紹介したいなと思います。こちらの本棚からバーって探してみたら、こちらのね4作品を見つけました。一番最初に読んだのが仮面病棟で、その後に次元病棟ですね、先ほどの仮面病棟の続編。この2作品はね脱出ゲームを読んでいるような感じがして、すごくねスピード感あって一気読みしたなっていう、すごく面白かった作品で、次に読んだのは確か知念美希人さんといえば大人気シリーズアメクタカオの推理カルテですね。これシリーズの第1弾で、読みやすくて医療ミステリーですごくねライトに読めましたね。最後に読んだのはリアルフェイス、これはね確か視聴者さんおすすめ作品で手に取った作品で、知念美希人さん作品って本当に読みやすいんですよね。医療ミステリー的な部分もすごく面白くて、あとは無限の愛をね読みましたっていうぐらいですかね。もうちょっと読んでいそうな気がしたんですけど、ガラスの塔の殺人が6作目ぐらいになります。というわけで今日もね引き続き読んでいこうと思うわけなんですけど、これねすごいことになってます。ミステリー小説が好きで、新本格とか海外古典とか本格ミステリー黄金時代みたいなのに反応してしまう人はぜひおすすめしたいです。昔のミステリーの描写があるシーンを読むとものすごくね嬉しくなるっていうのがあります。海外古典の巨匠の名前がずらっと出てくるとか、そういう作品名とかが出てくる作品とかすごく好きなんですよね。あとはミステリー小説がねずらっと並んでる本棚の描写が出てくるとか、物語全体がそんな感じじゃなくてもちらっとでもねそういう描写が出てくるミステリーって本当に好きで、その描写が出てくる小説コーナーみたいなの作りたいぐらい好きなんですよね。で今回読んでるガラスの塔の殺人はまさにそういう小説で、もうありがとうございますっていう感じですね。こういう作品を探してたんですっていう、この作品に出会えたっていう感じがものすごく強い一冊です。なのでまだね100ページぐらいしか読んでないんですけど、こんな感じになってしまっているっていうのをね読み始めて1日目ね今日2日目でちょっとお伝えしたかったっていう感じですね。今日はね編集と撮影するために台本をねちょっと作んなきゃいけないので、それをねやりたいなと思ってます。今日はね一大イベントが夜に控えていて、サブチャンネル公開ですね。今日先日ねチャンネル登録者数1万人達成したということで、それを機にね解説しようって決めて、それからねこの1週間生活の撮影のこの裏側でサブチャンネル用の、ね、動画をねなんか撮りためてました。で撮りためては編集してみたいな感じで、なので今日の夜ねサブチャンネル公開の瞬間ですみたいな、裏側ですみたいなサブチャンネルもねまた撮るかもしれないです。いや面白いですね。なんかパッと撮ってパッと話してパッとアップできるので、今までこう出しそびれていたような話とかもねサブチャンネルならできるなっていうので、とりあえず撮ってっていうのをやって出ますね。はい、というわけで今日もね1週間生活と言いつつも後半3日ぐらいねそのぐらいでね読んでいけたらいいのかなって思います。というわけでこの後動画編集と台本作り頑張ります。あ、もうサブチャンネルね公開されてると思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにね後ろの本棚ハロウィン仕様になってますね。はい、
1週間生活、今日9日目です。はい、というわけでちょっとある方とお話ししてるんですけど、で今急遽カメラを回してるんですけど、今この方とお話ししてます。まさきさんです。はい。そうね、今ね1週間企画っていうねのをやってて、やってるんですけど、急遽ね出てもらいました。ありがとう。そう、まさきさんもねちょっと YouTube でミステリーのね人なので、ぜひぜひ見てみてください。はい。ありがとうございます。はい、お昼ご飯食べたんですけど、一瞬だけ仮眠して起きたらガラスの塔の殺人を読んでいこうと思います。はい、なんかいろいろあって夜になりました。仮眠して起きて編集やってみたいな感じで過ごしてて、ようやくね今から読書っていう感じですね。今日もね2日連続だったんですけど、サブチャンネルの方アップしてたくさんねコメントいただいて本当にありがとうございます。メインとはねまた違った雰囲気がしてすごく面白いですみたいな、すごくね温かいコメントたくさんいただいていて、今チャンネル登録者数もね今ちょうどね300人超えたかなぐらいになってます。本当にねありがたいです。ここまで来るのに、まあメインチャンネルの時って多分半年以上余裕でかかっているので、すごくね皆さんにまた支えてもらってるなっていうのがねわかりますね。今からねガラスの塔の殺人を読んでいこうと思います。今読んでいるのが200ページに届かないぐらいまで読みました。もうミステリーだったらこういう状況あるよねっていうのが今まさにねこう出来上がっていくような感じになっていて、まさに本格ミステリーっていうねすごいワクワクな雰囲気がねしてますね。あと、今日の夜というか今日一日中ねめちゃくちゃ寒いです。急に寒すぎて急いで灯油を買ってきてストーブつけました。あ、もうこんなことになってるんだっていう、温まりながらこちらのガラスの塔の達人を読んでいこうと思います。はい、今日は10日目です。いきなり10日目ですって言って本棚がバンって映ってると思うんですけど、本棚の前にいます。っていうのもね、今読んでいるガラスの塔の殺人がね結構海外古典作品とか海外の古典作家さんの名前とかがねバンバン出てくるような作品になっていて、家の本棚にある作品とかね紹介したいなと思って、こんな感じの作家さんのこんな感じの作品とかが、こんな感じのあれですよみたいな古本なんですけど映していきたいと思います。エドガー・アラン・ポーンはね結構出てくる気がしますね。モルグ街の殺人とか、ここはホームズ古本コーナーで、ジョン・ディクスン・カーですね。ここもジョン・ディクスン・カーで、この辺はアガサ・クリスティですね。なんかねいろいろね本当にわーってねなんかわーって海外古典のね作家さんの名前とか出てきたので、それ読んでてねもうものすごくね嬉しくなっちゃって、あ、そう、バンダインね、バンダインも出てきてた気がしますね。エラリー・クイーンも当然出てきてました。あ、これちなみにねネタバレではなくて、結構ミステリー大好きみたいな名探偵の人が出てくるんですけど、でその人がねわーって喋る内容だったりするので、いつもの背景に使ってる本棚の前に来ました。ミッキーマウスのちょっとシャーロック・ホームズっぽくなってるね、なんかね、四角いものを見つけたので、これはね、飾ってますね。ディテクティブって書いてあるので、これは、探偵ですね。で、これをちょっとね、どかすと、ここら辺にね、またジョン・ディクスン・カーのやつがあったり、ディクスン・カーですね。こちら辺に来ると、エラリー・クイーンですね。草原推理文庫の国名シリーズのやつです。こっちはエラリー・クイーンの早川文庫のやつですね。まあ、全部じゃないんですけど、こういった感じのね、ミステリーマニアの人の、なんかすごい、こういう世界観、もあります。はい、というわけで10日目、はい、10日目です。本棚紹介みたいな感じで作中に登場するようなね作家さんの作品とかをね紹介してみました。今はね海外古典だったんですけど、日本の作品とかもね出てくるので、あれ読んだことあるとか、あ、これ読んでなかったけど気になってたんだよねみたいな作品がどんどん出てくるので、そこの部分のね面白さが本当にズバ抜けてますね。ここでちょっとだけね紹介したいものがあるんですけど、まずはですねこちらです。ガラスの塔の殺人ツタヤの限定カバーバージョンになります。なぜこのねバージョンを持っているのかというと、こちらは視聴者さんのプレゼントでした。いや本当にありがとうございます。少し前にねファンレター届きましたっていう風にね紹介したと思うんですけど、またねこの1週間チャレンジ中にプレゼントが届いたということで紹介させていただきました。いや本当にね嬉しいです。ありがとうございます。古本好きの人あるあるだと思うんですけど、表紙違うバージョンの本って別の本っていうような認識とかが、まあ、あるあるがあって、これもねもう表紙が違うので別の本ですね。で、もう一つが、こちらです。ガラスの塔の殺人のフリーペーパーのやつ。フリーペーパーですね。後ろはちなみにこんな感じになっていて、どんだけ大物の人たちが出てくるんだよっていうぐらいね、たくさんの
ね、感想コメント掲載されています。ミステリーを愛する全ての人へってね、ここにも書いてあります。いやー、こちらにはさっきのイラストのトーンで書かれている登場人物たちがいて、フリーペーパーなのでね、読む前から持ってたんですけど、読んでみてからね、またこのイラストを見ると、あ、こんな感じなんだみたいな、面白いです。このイラストを眺めるだけで、書店とかに行くとこういうの探すの好きなんですけど、これはね、もうすぐフリーペーパーいただいてきてしまいました。最近なんですけど、ツイッターの方にあるお菓子をついに見つけましたみたいなリプが突然たくさん届いたというか、ここのね時期に集中して届いたものがあります。そのね、お菓子は何かというと、さくやまチョコジローです。最近さくやまチョコジロー買いました、見つけましたっていうね、そういったねツイートをたくさんね、くださるので、ハッシュタグね、パンの耳とかで食べたくなったので、今回はね、これを読書のともに読み進めていこうと思います。この雰囲気がすごくいいですね。今ね、読んでいるのが332ページなので、残りが200ページないぐらいですね。もうこれはね、多分今日で読み終えられそうなので、まあ、さくやまチョコジローもあることですし、引き続き読んでいこうと思います。来ました。全くわからないこれ。いや、行こうかな。これちょっとここでね、推理する楽しみもあると思うんですけど、放棄して先に進んじゃうことのが多いんですよね。ちょっと先に進みたいと思います。ネタバレになってしまわないように伝えたいんですけど、新本格ムーブメントっていうものが1980年代ぐらいにあって、でそのね、作品大好きだよっていう方はね、ぜひ読んでいただきたいです。3冊目無事読了です。どれぐらいかかったかな。7日目なので、7、8、9、10なので4日ぐらいですね。これね、本当にいろんなところで言われてることなんですけど、本格ミステリー愛がすごい作品だなって思いました。古典の時代から現代の作品とかまで、この一冊の中にものすごいね、数の作品とか画面とか、とにかくね、出てくるんですよね。本格ミステリー愛って言ったんですけど、この一冊が読者にとってのそのミステリーのブックガイドにもなっているような気がしました。もちろんね、この一冊も本格ミステリーとしてすごく楽しめるし、しかもこの作品を読むことによって、自分が読んでない作品とかも当然たくさん出てくるので、読みたくなってくるんですよね。やっぱりこれまで読んできた知念ミッドさん作品と同じで、ものすごく読みやすかったし、後書きみたいなものを含め501ページでこんな感じで分厚いんですけど、これはね、本当に一気読みっていう感じのね、作品な気がしますね。ミステリー好きですけど、全部のね、時代の作品をまんべんなく読めてるかって言ったら、まだ全然そんなことはなくて、ただこの一冊を読むことで、なんかそのね、その大きな流れをね、俯瞰できたような気がするというか、今年2021年この令和に入ってこのタイミングでこの作品が出てくるっていうのが、なんかまた面白いですよね。そう、オーディオブックの形でも配信されてるっぽいので、聞いてみたくなりますね、そちらでも。はい、というわけで、今回この企画、1週間でこちらの3作品を読んでいきますみたいな感じでね、スタートしたと思うんですけど、結局合計で10日間かかりました。1週間はね、やっぱ大変でしたね。
どの作品もね、別に焦って読んだとかは全然なくて、本当に一作ずつね、すごく楽しんで読めたので、ずっとね、夏から温めて、なんだったらね、もう今日ちょっと寒いよみたいな。そこでね、ストーブとかもつけてしまっているんですけど、季節変わっちゃったよっていうこのタイミングで読んでも、ものすごく楽しめました。時間を置いたからといって、色褪せるような作品では、どれもないなっていうのはすごく感じました。この3作品をね、一気に読んでいけば、今年のミステリーの傾向みたいなものがつかめるんじゃないかっていうのも確かめようっていう風に最初にお伝えしていて、で共通点をね見つけてしまいました。どの作品にもあるキーワードが出てきていて、それがホームズとワトソンだったんですよね。この3作品だけじゃなくて、昨年とか一昨年ぐらいからなんとなくね思っていたことなんですけど、ミステリーのその原点の面白さみたいな、その原点回帰みたいなのがすごく見られるなっていうのを思っていて、今回ねこちらの3作品も形とか扱われ方っていうのは微妙に違っているんですけど、ホームズ・ワトソンの設定を作品に盛り込んだ上で、2021年の最先端のミステリーとしてさらにこうアップデートされているというか、もっともっとこう進化していくぞっていうようなね、勢いとかパワーみたいなものをすごく感じました。まあ、それとねちょっと同じ感じなんですけど、どれもね本格ミステリーだなって思いました。インバートはね登場ミステリーだし、巨人帝の殺人とかガラスの塔の殺人はクローズサークルになっていて、しかもすごいなって思うのが、3作品ともホームズ・ワトソンとか本格ミステリーっていうことをベースにしながらも全く違う方向性の作品になってて、それがね面白かったですね。三者三様の面白さ、なんかそれぞれの方向にすごく尖ってるというか、多分一気に読んだからこそそこをねすごく感じた気がします。共通点、あとは3作品ともではなかったんですけど、インタシオさんの表紙もね、これも特徴的だなって思いますね。すごくね美しいイラストの表紙っていうのもね、これもねそういう意味では共通点なのかなっていう気もしますよね。一番最後に個人的にどれがね一番好みだったか的な、作品の優劣ではなくて完全に個人の好みのお話です。どれも最高すぎる作品なので、迷いに迷ってどれかなってなると、岩村正浩さん巨人帝の殺人です。こちらの作品はね刺さりました。こちらの2作品ともね読めてね、ものすごいねもううわーってなってたんですけど、シリーズ作品のね第1作第2作を経ての第3作品、ここでまた出会えたそのね羽村くんとまあ、ひるこさんのね、この物語っていうのが、すごく面白くて、そのミステリーの部分もいつも通りね、まあ、分からなかったんですけど、すごく楽しめたというか、緊張感持ってね、どうなるんだって思いながら読めた上に、ドラマ部分にね、心を揺さぶられて、そこがね、とても個人的には印象に残りました。このストーリーっていうのが、シリーズを通して今後どうなっていくのかっていうのが全くわからないんですけど、まだまだこの二人のね、今後の物語を、追っていきたいなっていうのをすごくね強く強くそう思いました。はい、という感じで1週間生活プラス延長戦で3日間、合計ね10日間今年の話題作をね読んでまいりました。ものすごくね贅沢で楽しい時間をね今回も過ごしてしまいました。この企画をねやりたいがためにこの3作品をね温めていたっていうのもあって、季節的にはねちょっと変わってしまったんですけど、まだまだもう乗り遅れていることなんてないので、この作品なんか安倍氏さん楽しそうに読んでたなとか面白そうだなって思われた方、ぜひですねどの作品も面白かったので手に取っていただければなと思います。結構長丁場の企画だったのでね、安倍氏さんがまたねなんか今回もなんかすごく良かったよとか、途中出てきた食べ物とかまた食べますとかね思ってくださった方は、ぜひ高評価をこれからもね見たいよと思ってくださった方は、ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いします。最近ねまたねサブチャンネルの方も始めました。サブチャンネルの方ではこの企画ではね出し切れなかった素材、それを元にした動画とかもねアップしていく予定ですので、サブチャンネルのチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。いや今回はね大変だったんですけど、ものすごく楽しめました。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の長期企画でお会いしましょう。バイバイ。